この者は巴にあらず、巴と人形との契約は切れておった。そこで神楽坂殿は違う者を表にさせ、巴として黒魔術に忍び込ませた。この者はお初にお目にかかります。私は出雲の奥に忍びでございます。出雲の奥に忍びであったか。黒魔術側に入り込み、夕顔殿を救い出し、万が一の時はこれを交渉に使うことを神楽坂殿は考えておったのでございます。神楽坂殿は一時的であっても生命殿と手を組むことが黒魔術に対抗できる唯一の策と考えておったのだが、平殿があまりにも生命殿を組むことを嫌うゆえ、まともにはことが運ばれてあろうと。神楽坂なるほど、道理で我が術が無意味である。よかろう、その取引に応じよう。優雅は私の一部、平の霊力を。そうではありません。生命殿は平殿の霊力は封印していても奪ってはおりません。どういうこと？さすがは日の本。